日米の TPP 閣僚協議は2日目を迎えました。農産物などの関税をめぐって両国の隔たりは大きく厳しい交渉が続いています。全体的にですね、えー、まだ距離感がかなりあります。総理から交渉の加速という指示が出ておりますので、えー、精一杯加速させていきたい。 甘利担当大臣とフロマン通商代表との協議は今朝も午前8時半から始まっています11時間に及んだ昨日の協議では米や牛肉など農産品5項目の関税などが話し合われましたが進展はほとんどありませんでした関係者によりますと牛肉の関税をめぐっては 一桁台に引き下げるよう求めるアメリカに対して、日本は EPA 交渉でオーストラリアと合意した20%前後より引き下げることも検討していますが、交渉は難航している模様です。